ってみるよ。今回ご紹介するのはマルゼンガスプロバケハンドガンワルサー PP ケース。この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。アキュ、はい、どうもデメリューでございます。ないね、忘れた。賑やかさがちょっとね、忘れたっていうかどっか行った。そうだね、多分ね、パドックの方にあるんでしょうけどね。どっか、パドックはどっかにあるんだろうね。いやー、皆さん、なんかアイス界のスタジオは僕も久しぶりなんですけども、どうもどうもお久しぶりでございます。何気にあれじゃないの、1ヶ月 ?2 ヶ月近いですか。いやいや、2ヶ月近いんじゃない。おー、アイス界のスタジオに懐かしいですね。いい壁ですね。そんなに思ってないでしょ。いや、白いですよね。これがね、撮影中パーン外れてね、あーあーあーなんてこともいっぱいありました。懐かしいですね。2回ぐらいですね、それ、結構やってるんですよね。これ踏んじゃうんですよね。てなわけでですね、まあ、今日はアイスカイさんの方から、本編の方を撮影していきたいという。あ、はい、久しぶりの、はい、こっちで見やすくね、やっぱね、ライティングとかもね、あれですかね、今日も生配信。あ、もうそっち行くんですか。はい、生配信やっております。はい、そうなんです、ね、当日のこのリンクは概要欄の方にありますんで、アメンボの下りがちょっとおすすめですよ。さっきちょっと浦さんが下行ってる時に、アメンボの下りがちょっと面白いと思います。デメさん好きなんですか、アメンボ。アメンボ食べるのあかんちゃんっていうね、こう発声練習的なのをねしてた時に、あかんちゃんがそれを教えてくれたのを僕は復唱するみたいな感じだったんですけど、全然言ってることと内容がね全然変わっていくっていう、貴重なタンパク源ですからね。貴重なタンパク源です、あかんちゃんはねちゃんと食べてね栄養をつけてもらいたいという、この食費がないんでしょうね、多分ね。もうお金水たまり見るとアメンボいるかな、アメンボを見ると池見るともうアメンボいるかな。おー、いたこれちょっとしょっぱいな。あかんの泡はアメンボの泡ですね。あ、これ甘いっていうのをね、多分日常生活からやってるから。日本大アメンボとかアメリカ大アメンボとかいるんでしょうね、多分ね。多分それはね、アメンボ博士のあかんちゃんにね、ちょっと今のは嘘ですからね、多分ね。はい、そこ突っ込んでもしょうがないのでね。さあ、いろいろとですね、私事ですけども、K パドックも移転も無事終わって、フィールドの方もオープンいたしました。まだまだいろんな人にですね楽しんでいただきたいと思っておりますが、夏はねちょっと暑いのでね、シーズンを待って夕方からやろうかなとかいうのでも、うちの予約が2部からっていうのがありますので、よろしければそちらも遊んでください。さあ、そんなわけでですね、銃の本編行くんですけども、ちょっとこれ本編がね、みんなこう今のいる撮影スタッフの中がデジャブが起きてるんです。これやったんじゃねえの、いややってないよ、やったんじゃねえの、やってないよみたいな、いろいろなねこの話のくだりがあってですね、まあ一応やってたらごめんなさい、やっていないっていうリストには記入されていなかったので、やっていきたいと思います。はい、それではこちら、本日ご紹介するのはマルゼン PPKS ブラックモデルでございます。はい、いつもより多く声で出演されてますね。大体後で SE 入れればいいんだけどね。はい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 。さあ、そんなわけでですね、今日ご紹介するのは PPKS なんですけども、あれ、まあ PPKS やってないんだね、意外だねなんて思われる人もいると思いますけども、PPKS ですね、私デメ個人的にはかなり素敵なモデルなんです。素敵っていうか好きなモデル。なんでかというとですね、このコンパクトさなのにですね、非常に快適に作動するんですね。作動が非常に素晴らしいと、すんばらしいということでですね、じゃあその各部の素晴らしさをですね説明していければということでやらせていきたいと思います。まずですね、この PPKS という字はですね、まあマルゼンさんのページを一応私も見てたんですけども、輸出用とかでですね、そういう絡みがあって、なんかこれはダメあれはいいよってあったんですね。 PPKS って輸入できる輸出できるとか、そういう基準に合わせたモデルとか、PPK のバレルとスライドを組み合わせたバリエーション、PPK というモデルがありまして、バレルと
スライドを組み合わせたモデルが PPKS ということですね、こちら。はい。で、ワルサー社、実銃だとワルサーというですね、かなり有名なメーカーのものでして、おやおや、サトシ君が何か浮かない表情してますけど、あったのかな？4月11日に撮ってるかもしれないっていうことをまたもう一回ね、撮った。いや、見てない気すんだけどな。ってことで、はい、米国輸入ピストル規制に合わせたのが PP ケースなんですけど、ワルサーモデルの PP ケースと先ほど言いましたけど、これコンパクトなんですけども、これ蛍光する、要は銃をですね、こう堂々とぶら下げるためじゃなくて、本当自分を守るため、本当の護身用として使うためのものとして、このサイズになっております。もうタイの中にも隠せますもんね。そうですね、このタイの中にこうね入れると、ちょうど入りましたほらね。分かんないでしょ。日常生活した時に見えてるけど、セルフディフェンスピストル、護身用ピストルとして。需要が得られたということなんですけど、セルフディフェンスも何もタイかぶって街中歩かないし、左側すげえ重量バランス悪くて、いや、チョドミは仙台の街中をタイかぶって歩きましたよ。あ、そうなんですか。駅前を、チョドミさんの場合はあの目立ちたいっていうのありますから、若干のこのね、あのスマホを持った若い子たちがですね、はいはい、もう写真にも撮られですね、誰誰有名な人、あの人有名な人知らない誰わかんないっていう、なんか小声がいっぱい聞こえてましたね。そうなんです、ってことでですね、これセルフディフェンスピストルなんですが、隠し持ったりすることによって、まあそんな相手にはですね、こう攻撃的に行くわけじゃなくて、自分の身に何か起きた時に防げるサイズになっている。で、輸出規制もあって、ちょっといろいろと PPK の、バレルスライドが、組み込まれてることなんですけど、これ、ドイツなんですね、ワルサー社というのが。ドイツってかなりあの HK とかもですね、かなり有名なメーカー、銃器メーカーがありますけど、ルガーとか、ルガーとかそうだっけ、ドイツ、ルーツってことっけ、まあ、これワルサーなんですけども、で、各部の紹介なんですけども、ハンマーもですね、出っ張りが少なく、引っかかりを少なくしてますよね。要は抜いた時、こう、要は抜き、隠し持った時に出っ張らないように配慮されているモデルです。で、デコッキングというのがデメ、またデメッキングきます、デメですか、デコッキングっていう機能がついてまして、こちら何がすごいってあれでございますよ。シュライドをですね、今引いた時にハンマーが起きたじゃないですか。これシングルアクション、ダブルアクション、両方のアクションが可能なんですね。ダブルアクションからのスタートが可能なので、ここセーフティーにもなってるんですけど、これをカチンと下げてもらうとデコッキングします。デメッキングですね、はい、デコッキングですね、 デメッキングですね。で、そのデコッキングしたら、ここから戻すとダブルアクションからスタートできるんですね。あ、はいはい、あ、で、より安全性が高くなるんですよ。まあ、あの装填をしました、弾が入りました、これから打つとトリガーのストローク位置が短いので、誤射しやすいということもあるので、おい、ダブルアクションにわざとして、あ、トリガーストロークを長くすることによって、指が入って、あ、間違えて打っちゃったっていうのを少なくするという、デメッキング、はい、いや、デコッキングですね、ということができます。で、セーフティーの位置にですね、戻しておくとトリガーを引けなくなりますので、ああ、セーフティーをかけておくのが一番安全なんですけども、それでもいざという時にすぐ打ちたいという場合は、ダブルアクションの状態からしておくといいと思います。今トリガーにね、指入っちゃいますけどね、よろしいでしょうか。はい、はい、で、ワルサーの刻印がですね、スライドにビシッと入ってるんですね。ちょっと彫りが浅いんですけど、ワルサーのね、こう刻印が入ってて、いろいろなことを書いてある。はいはい、で、反対側にも一応刻印が彫られてるんですけど、ライセンスド、トラディショわかんないです。無理しない方がいいですよ。読めないです、読めないです、読めないです、大丈夫です、安心してください。もう読めないです、安心してください、読めないですっておかしいですけど、っていう、ちゃんと両側にもなってて、なんですか、お仕事のメールですか、違いますね、はい、それでですね、今空作動をさせてみたいと思うんですけど、もちろん小さいからといって機能がはしょられてるってことがあまりないんですね。今 BB 弾は入ってないで、ガスだけ入ってる状態です、はい、マガジンの中は22発装填できるそうなので、うん、結構入るんです、このサイズで。で、マガジン細いじゃないですか、細いから
あんまり良くないんじゃないかなっていう、デメリューではねよく言ってますけど、マガジンが放送されてあんまりなって言いますけど、それも踏まえてですね、ちょっと空打ちをしています。で、まず弾が切れてる状態で、まあベレッタとかガバメントだとスライドストップというのがかかります、はい、これはかかるか、ちょっとやってみますね、ちゃんとかかると。ああ、でこれお知らせ機能って毎回言ってますけど、弾がなくなりましたよってことなんですけど、はい、デメチェックポイント、はい、いただきました。はい、重要なことなんですけども、こちらスライドストップの外側からですね解除することができないんです、 PP ケースは。あら、これちょっと不便だなと思って、じゃあどうするのよということですけども、はい、マガジンをまず抜いてもらいます、マガジンを抜いてもらって一回クッキングしてもらわないと戻らないです。そうするとハンマー置きっぱなしになりますよね、ここでデコッキングかけます。デメッキング、はい、でそうすると安全なポジションに戻ると。デメッキングじゃなくてデコッキングですね。で修正入れますねそこね。で空打ちを楽しみたいという方もいらっしゃると思いますけど、はい、切り欠きが2箇所ついてます。うん、1箇所は球を入れやすくするための切り欠き、はい、下の方ね、はい、上のは空打ちモードという、はい、あのマガジンフォロワーというパーツがあるんですけども、これを下げた状態にします、はい、でここで固定しちゃうと、固定してしまって空打ちしますね。マガジンは今温めてないですけども、いきます、ダブルアクションからスタートしますね。かなり小気味よく動いてるのが伝わると思うんですけど、はい、ブローバックスピードが非常に速くて、打ちやすいというのがですねこの PP ケースのメリットかなと思うんですね、はい、コンパクトながらにリコイルがしっかりくる、そして、速射しやすいで、22発このマガジンで入るのでかなりすごいことだと思います。大きくて、いっぱい入るのはもちろんなんですけど、ちっちゃいながらに22発入る、うん、で価格がなんとこちらお求めやすいと、1万円を切るガスブロックというですね魅力がいっぱいな銃なんですけども、なんでさ、このスライドストップかかるのはよくあの引っかかってね、あの戻らない戻らないってやる方いらっしゃいますね。これマガジン入ってると弾がないマガジンだと戻らないですからね。戻らないです、はい、マガジン抜いて戻さないといけない、はい、はい、今見えないところでなんか何かを飛ばしましたね、パーツをね。今ですねホップアップがこれ固定だったよなというのも改めて確認するために見たんですけど、やっぱり固定ですね。で、はい、テイクダウンはね来やすくするとこの銃結構戻すの慣れないと難しいんですよ。よいしょ、これトリガーここガコッと開くんで、これびっくりすると思うんですけど、初めはこういう仕様です。壊したんですか？いえ大丈夫です。大丈夫ですか？はい。マガジンは22発入って、ガスもまあ容量は少ないと思うんですけど結構数打てるはずなんで、そこも踏まえてちょっと見たいと思いますが、でグリップにもですねワルサーの刻印がちゃんと入ってるんですよ、両側の面ですね。はい、でこちら、はい、でサイトがどうしてもこれねしっかりしたサイトではないんですけども、はい、まあ見えなくはないかなと。特に色も入ってはないですね、はい、そのまんまこうちっちゃな、アイアンサイトがついているという形なんですよね。で、これちゃんとワルサーのライセンスを、もらってるんですね、うん、ドイツのマルゼンさんなんですけども、ドイツのワルシャーサワルサーシャの正式ライセンスを取っているというものなので、ですから刻印がちゃんと入っていると、よりリアルなものに作られているという形でございます。で手のねちっちゃい人でももちろん安心して握れますし、手の大きい人でもマガジンを入れることによって小指をね、支えてあげることができるんで安定性はそんなに悪くないんですよ、うん、実はこうあのちっちゃいから手がでかすぎるとどうなのよっていうんですけども、あんまりね大きいとやっぱ難しいですけど、こう007ですかこれだと、PP ケースってあのスパイの人が持ってたよなみたいな、こう007シリーズに出てたよなとか、いうイメージが強いと思うんですけど、そういう何ですかね、本当に戦うのもう最悪戦わなきゃいけないの時用の銃みたいな、だから自らこう戦闘しに行くっていう銃ではないんですけども、自分を守るための護身用銃的なポジションのものです。はい、よろしいでしょうか。さあそれではですね、ちっちゃいので5メーターメジャーで測るんですけども、足りますか？毎回5メーターいらないんじゃないかというね。いや、いつかきっといつかきっと5メーターを超えるものが、で新しいこんなのもあるんですよね。これ浦さんがね
ストレージバッグに買ってもらったんですけど、ね、ないっていうからね。実はここにもメジャーがついてるんですけど、使えないメジャーじゃねえかと、ちょっともうその出し入れが怪しい、ね、怪しい、ちょっとこれは信頼できないので、やっぱここは信頼と実績のある5メーターメジャーで、はい、そうですね、ビシバシバシッと測っていきたいと思います。それではですね、銃の全長をねまず測っていきたいと思いますが、158mm かなーと、うん、コンマすげえコンパクトですからね。ポッケに入れたらこれポッケ入っちゃうじゃん、入っちゃうね、タイにも入るわけですから、それポッケにも入りますよね。ポッケスッと入っちゃいますね、で、高さですね。よいしょ。だからってポケットに入れて持ち運んじゃダメですよ。これすごく重要なことで、運べるじゃんなんて言って、職務質問を受けた時、これ何使うの、いやスパイごっこしてて、誰とデメッキングですって、ね、関係ねえだろそれ全然職務質問された時デメッキング関係ねえだろ。あ、すいません、これデメッキングできるんですよ。はあ、だから、あ、デメッキングっす、うん、だからわかりません、おまわりさんもあのデメリュー、なんで知ってんだよお、デメリュー違うね、そこで仲良くならないでくださいね。高さが120ですね。お、はい、コンパクト、非常にコンパクト。まあ、ガンケース何でも入っちゃうんですね。何でも入るしね、はい、あの、DS 用の100均で買ってる袋に俺は入れたりもできるんじゃないかな。これ僕中学生ぐらいの時一回買ってるんですよね。あ、すごくこうよく動いて気に入ってたんですけど、まああのサバゲーでやっぱ使ってたら壊れちゃったんですよね。あの非常によく動くっつって、あの電動ガンの代わりに僕あのセカンド持たないんですけど、 PP ケースはその頃使ってて、はい、あすごい動くじゃん動くじゃんっていう、まだ条例がない頃ですね。あ、条例ないです。今はあれですよ、条例が、ね、条例全くなかった、はい、でこれ実は何でやろうかと思ったら、ボーイズ定例この間やったんですよ。あ、これをパワー落とし込んでて、32ぐらいしか出なかったんですね。で、千葉県条例にもぴったり合ってて、で、飛びを見てたら、ふわーっと飛ぶけど、パワー何回測っても出ないからって言って、ちゃんとバレルズバッて切ってたりしたんですけども、で、見て、あ、これは使用できるねっていうことで使ってもらったんですけど、バレル短くしてもそんなに狂いがなかったってことで、そういう遊び方もできるのかなと思って改めて紹介させてもらってるんですけども、さあ音の方上がってきますが、本日はどなたが来る予定ですか。音、あ、久しぶりにここでの撮ね、はい、計測っていうことで誰がいるのかちょっと分かりませんけど、ちょっと呼んできますじゃあまあ呼ばなくてもいいけど、いや呼んできますよ。あ、そうですか、いつも通り呼んできますよ。呼ばなくてもいいんですよ、ね、まさたか、まさよし、なんだっけ、呼ばれて食べてて飛んで飛んです。え、そういう入りなん、なんか絡みづらいな、また誰だっけ、さっきね、あかんない、アメンボ赤いなとか言ってたとね、ずっとそこにいたんですよ。アメンボ食べてるあかんちゃんでしょ。そうです、なんか思いやすそう、あかんのね、うん、お財布事情はいつも戦時中なんでね。それは謝れそうなんだ、音測れんの。今日は測れます、いい感じにね、いい感じにね、いい感じに上げてもらいます。わかりました、お願いします。じゃあね、今回はちっちゃい銃ですね。ちっちゃいんですね、ちっちゃい銃です。すごいかっこいい銃だね。かっこいいよね、僕にもモテそうです。そうだね、もう君いい大人だからね。へえ。はい、行くよ。じゃあね、まずね、耳元からね、一発いきますね。はい、お願いします。98.3 です。はいはいはい、小気味よく動くな、ピッピケース好きだな。機関部、機関部、機関、いや、重工、重工の方ね、重工の方ね、大丈夫、怒られるよ、また大丈夫。いや、もうね、これアルバイトみたいなもんだからね。うん、行きますよ。109.1 です。速射が気持ちいい銃はいいな、やっぱり。はい、じゃあ最後機関部で、はい、110.9 です。もう小さいけどやっぱね、100超えるんだね、音が鳴るんだね、ガスブロー。でもなんか撃っててもなんかそんなに大きく感じないですね。気持ちいいけどね、撃ってて、ね、小気味いいブローバックしてくれますよ、本当に。
大丈夫ですか感想。大丈夫です。なんかすごいね、僕も欲しいかなと思ったんですけど。いいでしょ、ちょっと価格も安いから三輪車につけて、ちょっと三輪車でね、移動してたら捕まるからやめた方がいいと思うよ。へえ、かっこいいじゃないですか。まあ三輪車に乗ってる時点で不審だからね。三輪車乗っちゃダメですか。子供用のはダメだと思う。はあ、なるほど、そうですね、わかりました。じゃあまあね、じゃあこれからもね、こんな暑いけどね、デムさん頑張ってくださいです。 ありがとうございます。頑張りたいと思います。はい、では、はい、バイバイです。バイバイです。はい、バイバイです。しつこいなおいしつこいなおい。いや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 、でも空打ち動作が非常にやっぱり快適に動くから PP ゲースは好きな銃ですね。痛いってもう、なんで痛い。いやすごいな。あ、終わりました。幼児プレイしてましたね。なんかこう、自分は幼児だと思ってるけど見た目は結構のっぽなんですよ。あかんね、こういうのはあかん、ほんと。でもコンパクトでパン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 ってこう刻んでるけど、やっぱりね、音は出てるけど気持ちいいね、空打ちしてて。さあ、結構するのにやっぱ重さは大事だと思います。重さを測っていきたいと思うんですけども、今回2機種があって、どっちがどう、こっちもちょっと使ってみたいと思うんで、初めてこっち使うんで、ちょっと両方今回使ってみましょう。そうですね、せっかくだから、せっかくだから両方ね。で、まずニューバージョンの方がいいよ。これで重さが違ったらびっくりなんですよね。なんですか LBおつ、あ、きれい。じゃあこっちから行きましょうか。いやー、びっくりしたこれ。いやびっくり。はい、全国のつらさの皆様お待たせしました。デメさんの吊るしばかり、右手の小指にかける思いが重い。これピピって言わないですか。これ止まったんですかね。あ、止まってるんですね。まず370g。 370g、はい。で、元からあるやつ、はい、小指に、はい、吊るしております。吊るしの精度は違うね。違う。うん。お。400g と405g。370g だね。あら。なんかこっちの方が重くちょっと出てるね。まあ誤差はあるけど。結構違いが30g ぐらい。違うね。差が出ちゃってる。35g 違うけど、まあ400g、多分388っていうのが、正式だったんで。ちょうど真ん中ですね。あ、じゃあ両方測ると。いや違いますね、真ん中がちょうど出るってことでいいですか。いや出ません、ね、いや出ません。はあ、なるほど。まあ2個あればどっちかね、なんか不安な時こうやれるわけですよ。まあ、常に不安ではありますけどね、その潰して測る、まあ、測る必要ないからね、スペック表から持ってくればいいだけっていう。いやでも実測っていうことはね、やっぱ大切。僕はあんまり大切さここで感じてない。デミさんのライフワークみたいなもんだから、そこは。いや、まあいいやさあ、そんなわけでですね、各部の説明と、重さ、長さ、音やらせていただきましたが、固定ホップですけど 0.2g のね、BB 弾でやろうと思ってますが、しっかりホップアップ効くのかなど、飛びはいいのか、実際には何発ぐらい撃てるのかっていうのを実写パートの方でお伝えしていきたいと思います。それでは実写パートの方へどうぞ。あばばばばばばばちん代表できた美しくできましたか。いや色味がね、色味が悪いんですか。色味が良くないね。まあ印刷業を始めようと思ったけど。印刷業始めるんですか。なかなかうまくいかないかな。美しくなれるんですか。もう誰でもなれますよもうあのコンピューターっていうね、電子計算機の力を使えばね、誰でも簡単になれます。先生もですか。うちのモデルとしてね行きたいと思います。モデル、モデルとして主にあの色味にこだわりたいと思目で見て美しく、プリントして美しく、これもっと聞きます。キャラ変わってますね印刷会社になったからねDBC はもう潰したからDBC 印刷ってことでいいですか。いや、印刷業はどうしようかね、名前はまた考えとくこれで成功したら
もう潰さなきゃ。はい、それではシューティングレンジのやってまいりました。はい、はい、ご飯も食べて元気出して、はい、今扇風機いっぱい回ってますね。うーい、風の循環をね、もういや、さっきよりは涼しいですよ。やっぱ風回ってるおかげか知れないですけど、こう扇風機もいっぱい、体感温度がね、やっぱあれですよね、はい、暑いですよ。まあエアコンのね、効いてたところにいましたからね、はい、今までもともとエアコンがない小学生時代僕は過ごしてたんですけど、改めてこうあれですね、扇風機でよく過ごしてたね、昔は。まあでもほら、昔の方が涼しかったとかよく言いませんかって言うんですけど、そんな変わってる気はしないよね。暑いものは暑いよね。まあね、ガリガリ君がどの時期で食べてもうまいように、夏食うと2倍うまいって言われても、いや、いつ食ってもうまいよ。だって逆に雪見大福真夏に食ってもうまいじゃん。まあそうですね、そうですね、うん、えだから別にシーズンがこれだからうまいってことは僕はあんまりなくて、うまいものはうまい、うまいものはうまい、熱いものは熱いと、つまり言いたかったらそういうことだということで、はい、暑い時には、ガス風呂箱が絶好調になるということも、エアガン業界ではかなりこう、基本的なことになってきますが、はい、ということでこれを利用してガス銃をバンバンいきたいと思いますが、はい、まずは PPKS から、はい、夏のね、ガスガン祭り、そうですね、はい、まあ2丁しかないですけどじゃあ弾速の方をね、まず測っていきたいと思います。使用するBB弾は特許丸いの 0.2g の BB 弾です。ガスブローバックなんでフルロードから一発抜いた状態で、チャージしてます。じゃあ弾速測っていきます。いいね、いい弾速、 71.8 71.8、はい、はい、ちっちゃいのにしっかり出てるよね。 71.64、71.64、はい、はい、非常にね、コンパクトながらにブローバック強かったのが印象的なんですけども、今何度ぐらいですか？28、29度ぐらい、この中30度超えてますよ。28度ぐらいじゃないですかね。きっともう30度とか思ったらもう俺はレビューをほっぽり投げて帰りますよ。きっと25度ぐらいですよ。さっきあの寒い中海氷も食べてますからね今。ああ、そうだそうださあ、はい、通識に向かっての弾道確認をしていきたいと思います、はい、これ固定ボックスだと思うんですね。ちょっと入りすぎです。はい、そのぐらい、はい、じゃあ行きます。右に曲がっていったり、ちょっとフラットになりすぎたりっていう、反動はとても気持ちいいけど、今一つこう読み切れないところで、途中から何回か玉ポロかなんかが、リコイルが強すぎた感じでね、まあ、1回目はマガジン今打ち終えたということで、はい、次は抜きたいな、これ、あ、抜けちゃった。さて、じゃあですね、はい、実際ターゲットに向かって、はい、撃っていくということになりますが、はい、距離にして7メーターぐらいですかね。7メーターぐらいですね、大体ぐらいかな、まあ、うん、ね、大体それぐらいだと思います。で、この PPKS 君の性能を見てみたいと、はい、じゃあ僕5発撃つから、はい、その後頼む。両方です、任せてください。土では何度でも言いますから。わかりました。はい、じゃあ早速打っていきたいと思います。どうです、下。下のね、小判型からいきたいと思います。はい、あ、もうサイト通りではない。サイト通りに飛ぶ弾道と飛ばない弾道がやっぱある。今ですね、サトシ君が起こしに行ってくれてますけど、今日は電動じゃないんですね。電動なんですけどね、反応がね、たまに悪くなる。あのね、思ったところには飛ぶのよ、うん、人間大だったらって思うけど、やっぱあくまで精度というところではね、うん、しっかり狙って、そうですね、当てて、まあ、狙ってみてそこに飛べばいい。で、打ってみなさいよ。おい、回してくださいよ。わかんないけど、初めて今日に使う。
はい、じゃあもう一回小判型の見えません。見えません。大丈夫ですか。はい、はい、今飛んでます。うん。途中からなんか分かってきたような感じです。弾道の振りがまだ、うん、まずちょっとね、浦さんにカメラ越しで打ってもらいましょう。はい、まだ2本目なんで、マガジンが。でもリコイラーさんもね、まだありますね。リコイラーはしっかり。はい、しっかりね。でね、今回こう、うまく順繰り回していこうと思いますので、はい、まず浦さん。後ろにもいっぱいいますからね。これの10年とかで言ってもらって、もこちらはもちろん聞いて。はい、行きます。はい。お、うん、あ、3発目は真ん中狙ったけど、そうだね。うん、やっぱりまだ弾道の振れがあるのかなということで、これ個体差とかですかね。これね、個体差というより安定だから、オイルとかそういうのもあるんでしょうけど、まだこれはね、新品状態ですから。じゃあ、サトシ君ね、ガスが切れるまでちょっとワンマガジン打ってもらって、ガスブローバックのね、リコイルをちょっと遊んでもらいたいと思います。はい。遊びに手錠がある。あ、見えません。まはい。うん、ただブローバックの小気味良さがどうしてもこの十字は今2本半目ですね、マガジン。そうですね、打っててなんか思ったより音がさっきの削った時よりかはちょっと感じるんですよね。おお、素晴らしい。こっち切っちゃってください。おお、スライドストップまだかかるか。今これです。2.5 半ですね。じゃあ、まだ打てそうなんで、じゃあ、しばちゃんにちょっと打ってもらいましょう。一時的に起こしに行っちゃうんだけど。これでは、ね、まだ強しくんに向かって、ワンマガジンを打ち切る感じのイメージでお願いします。はい。しますけど、久しぶりじゃない。そうなんだ、出演が。打てるもんだな。ああ、ここでガス。ガス切る。ね、なるほど。3マガジンいかないぐらい。そうですね。じゃあ、せっかくなんでね、ワンマガジンを打って、特写してもらって、見ましょう。そうですね。どれぐらいこの球打ち切ってスライドストップかかるのかっていうのも、もうあっという間にガス吹き返してくるから、タンクはほとんどちっちゃいんだよ。さあ、しばちゃん、あなたに与えられた使命はこれをいかに早くダブルタップをしながら強しくんをしばいてスライドストップがかかるかというのを皆さんに見てもらいたいと思います。はい、はい、どうぞ。おお、止まった。はい、あんな勢いでパンパン止まっててしっかりとカツンとかかった。今ね、横から見てたら結構生ガス吹いてたよ ね。こんなちっちゃいマガジンですーげー頑張るね、この銃。弾道はやっぱりね、正確にはっていうことでしたけど、うん、僕はあの大御所のモブさんがこう意見をバッと言ってもらってね。監督かのような、ね、座り方ましたね、この車が。おお、そっか、いいか、いいか、みたいな。監督、どうでした？いや、結構、いい感じのスライドで、スタッフ、女性とかに、いい感じの。全くマイク取らないです。翻訳、翻訳的に言うと、女性にもぴったりでいいんじゃないかと。まあ、ちっちゃいのですしね、なんかね。コンパクトで使いやすい。今回、いろんなアングルのね、ガスブローバックでは、やらせてもらいましたけど、はい、まあ、弾道に関してはね、僕は期待以上なんですよ、実は。あ、そうなんですか。
このサイズであれだけ小気味よくブローバックしてくれて、はいはい、スライドストップかかってくれればもう文句ないんじゃないかと、うん、価格も1万円以内ですよ、このガスブローバック、うん、安いですね、これガスブローバック買うとやっぱ1万円オーバーがどうしても多いんですけど、1万円以内でこんだけ 2個半っていうのは燃費で言うとどうなんだろうかなと思うんですけど、コンパクトのマガジンサイズで言ったら、適量と、そうです、すぐだってガス吹かしてますもんね。ですから非常に燃費効率も悪くはないんじゃないかなと思いました、はい、あと軽いし本当にもう手がちっちゃい方とかに向いてる銃なのでおすすめだと思います、はい、さあというわけで私たち、デメリューの実写パートもやりましたけども、はい、私たちのコメントなどをお待ちしておりまして、お待ちしております、コメントの方はですね YouTube の方でのみ、受け付けておりますので、あ、やるんですかそれ、もう20分しかないってことで、あ、20分ぐらい、YouTube の方のみで、コメントを受け付けております。それでですね、コメントの方に温かいコメント、ご意見、ご感想、ご要望、様々ありてます。ちなみに YouTube の方ですからね。やらせてもらって、おります。はい、まあ、皆様のご感想など、いただければと、温かい応援コメントなどいただけると、またやる気にも僕らもつながりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それと、いいねという、こうグッドボタンですね。押していただければと思います。見たよっていう証的な感じなので構わないので、皆さんいただければと思いますのでよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方もですね、まあ言い方なんかチャンネル登録ってなんか単純にこう遠い距離があるんで、はい、ちょっと友達登録も私たちはずっと言わせてもらいますけど、まあ、押した瞬間闇への奈落の道が始まるということでいいですかね。全然ここら辺にね、みんな押してそうですね、その友達登録をしたばっかりにこう押してた人間がそうですね、八千代に行かなくてはいけないという使命感で、来ていただいている人たちも多いので、はい、ぜひよろしければチャンネル登録、友達登録の方もお願いいたします。はい、それとスタッフはですね、僕たちは永遠に増えるでもらって構わないと裏方さんは挙句の後にカメラ回せる人欲しいなって言い始めてますから、どんどんもうぜひご協力していただければと思います。もうね、そうです、お金は一切発生しません、はい、一銭もね一銭も発生しないと、ということですけど、それでもいいという方はぜひよろしければ、一度ご連絡いただければと思います。お願いします。よろしくお願いいたします。さあ、そんなわけでですね、これの告知も、あ、そうですね、私デメリューとは関係ないんですけども、模型パドックの方は新装開店して、フィールド、サバイバルゲームフィールドアリーナシャングリラというのが完成いたしました、やっと、はい、イエイ、それなりながらですね、さまざまなですね、思考を凝らせて、もらいまして、アリーナシャングリラの方ですね、はい、定例会などさまざまなイベントをやっていきたいと思います。で、そこで、ちょっとシーズン的にすごい今悪いので、動画でデメタイタイフェス俺がルールだみたいなのをやりたいと思ってはいるんですけども、今のちょっと現状だとですね、夏死んでしまいますので、もうちょっと季節読みをしたいなと思いまして、はい、その前に定例会などで遊びに来てもらってフィールドの仕掛けをいろいろ覚えてもらう一つだと思いますので、ぜよければぜひ遊びに来てください。ホームページの方見てもらえれば、その定例会いつやってるよとかが告知されてるので、はい、じゃあの見てんの、見ましたよ、見ましたよ。次いつなの。次は14日です、はい、その次は15日です、はい、それさっき言われたんじゃない。違う、さっき僕ちゃんと調べたんです。さっき調べたのというわけでですね、毎週何かしらのイベントをやる予定ですから、はい、アリーナシャングリラで検索してもらうと出てくると思います。それか、模型パドックの PC 版の方で今はバナーの方飛べるらしいんですけど、スマートフォンとかの方だと飛べないということで、まあ、この、はい、放送の時にはもう分かんない、もうできるようになってると思いますので、はい、よければぜひホームページを見てレビュー確認などをしてみてください、はい、お願いします。はい、そんなわけで PP ケース紹介しましたが、昔私が使ってた愛銃でした、かなりまた今回も、まあ、あんまりなんだろうな、すごい進化もしてないし、前あった、自分が持ってた PP ケースもよく飛んでて、よく小気味よく動いたんで、それが、まあ、改めて実感して、ああ、よかったなって思える銃でした、うん、価格帯も安いんでね、逆にちょっとまだサイドアーム欲しいけど、高いのはっていう場合は、ここら辺のもので持って遊んでもらっても十分使えると思いますので。よろしく。ホルスターはね、小型用とか大体まあ入ると思いますけど、カイレックスとかはちょっと見たことがないね。革の
かもあったね。あの形が PPKS 用のは見たことありますけどね、はい、ぜひね、そういうので携行して、普段は持ち歩かないでください。サバゲーの時のみそういうので持ち歩いて。タイの中にも入ってますから皆さん。そうですね、タイもホルスターとして使えるってことが分かりましたから、ぜひ。完全に見えてますよ、さっきね。全然見えてないですさあ、そんなわけですね、はい、また次のレビュー、生放送なのでお会いいたしましょう。それでは、バイデメ、バイデメ。何も喋んないんだね。今日は無言で喋ったじゃんしまった